はい、こんにちは、レトスノームです。今回は宅建合格するための7つの秘訣の3番目、教材および情報収集源、これについて解説させていただきます。今現状あなたは、どんな教材お使いでしょうか？独学の方であれば市販の教材、予備校生であれば予備校から支給される教材、本だったり DVD だったり、そういったものですね。通信講座の方も同じく DVD だったり本だったり、そういったものでおそらく勉強していると思うんですね。で、それを使いながら勉強していて、どうですか？わかりますか？実際それを使って試験合格できそうでしょうか？もしあなたがその教材を使って試験を受けたのであれば、結果がどうだったかっていうのはあなたが一番わかっていると思います。多くの方がその教材を使ってわからないんですよね。わからない。で、実際私もわからなかったです。私は市販の教材を使ってました。法律というものを勉強したことがなかったので、当時私は初めて法律に触れたのが宅建だったんですね。なので全然何を言ってるのかわからないんですよ。もちろん日本語で書いてあるから、その日本語は読めるけれども、結局これどういうことなんだろうとか、これどういう意味なんだろうとか、もうそういったものがもう続出するんですね。で、結局もう全然進まないんです、初めの方とか。私は権利関係、民法の部分から始めていったんですけども、初めの意思表示のところですよね。もう何回やっても解けないなとか、テキスト読んで、テキストを読んだ部分についてはなんとなくわかるけれども、じゃあ問題解いたら解けないみたいな、これで大丈夫かなって私は思ってたんです。でもとりあえずはみんなこういった教材使ってるのかなと思いながら勉強続けていったんですね。でもやっぱりですね、なんかわからないんですよ。なので、もうちょっとわかりやすいテキストないかなと思ってテキストを買いに行く。で、またそのテキストを使いながら、調べたりして勉強進めていくんですけども、書いてあることは一冊目とそんなには変わらなかったりするんですよね。で、やっぱりわからない。だからまたもっと細かいものちょっと買ってこようかなと思って買ってくるみたいな感じで、宅建のテキストだけで5冊ぐらいになったかな、なったんですよ。でも結局ですね、その5冊調べてもわかんないんですよね。わかんない。で、これ実際ですね、これ私だけじゃなくて、あなたもそうかもしれないですし、あなた以外の宅建を勉強している方々、意外と多いんじゃないのかなと思うんですよ。テキストとか過去問集とか、過去問集であれば解説ですよね、見てもわからないっていう方非常に多いと思います。で、実際私は個別指導を行っているんですね。で、個別指導の受講者さん、独学の方もいれば、元予備校生の方もいらっしゃいます。元通信講座受講している方もいらっしゃいます。大手の通信講座、大手の予備校生、その方々も言ってるんです。予備校の教材使ってもわからないです。理解できません。通信講座の教材使ってもわからないです。 DVD 見たら、その DVD で言ってることはなんとなくわかる。でも問題解こうと思うと解けません。本試験では点数取れません。こういった方が非常に多いんですね。で、これはなぜかというと、宅建を理解する上で必要な情報っていうものがその教材に載ってないんですよ。また DVD ではその部分話していなかったりするんですね。だから私もそうだったし、個別指導の受講者さんである元予備校生だったり、通信講座通っていた方も同じくやっぱり理解できなかったんですよね。で、これってもう仕方がないんですよ。だってね、載ってないし、DVD でも教えてないというのであれば、それは理解できないじゃないですか。でも仕方がないで終わらせてしまったら、結局実力って上がらないわけなんですよね。なので対策を考えないといけないんですよ。で、私が取った対策って何かっていうと、もう自分自身で調べるっていう対策なんです。その教材に載っている内容だけではもう全然不十分なんですよね。不十分だから、もう自分自身でもネットとか、民法だったり民法の専門書だったりとか、そういったもので調べないと理解できないから、そうやってやってったんですね。これは私は独学だったからそうしたんですけども、これは予備校生であったとしても、通信講座受講されている方も同じですよ。予備校に行ったら、その予備校で理解すべき内容まで教えてくれるかって言ったら、ほとんどの場合がそうではないです。これは、まず、時間っていう制限がまずあるんです、予備校って。例えば、週3回、1回の、勉強時間が2時間だと仮定しましょう。で、そういった計画の中で、試験日までに、宅建全範囲を教えなければいけないわけですよね。で、そうなってくると、例えば、意思表示で避ける時間は1時間しかないとか、
そうやって制限がかかってくるわけなんです。でそうすると理解すべきところまで教えている時間ってないんですね。そうすると結果的にどうなるかっていうと、重要ポイントだけを教えるみたいな感じにやっぱなるんですよ。だから多くの方がポイントはわかるけどもそれが頭に入らないんですよね。結局丸暗記学習になっちゃうんですよ。だから予備校生であっても自分自身でその重要ポイントを頭に入れるための理解をしていかないといけないって話なんです。ここを調べなきゃいけないんですよね。通信講座も同じです。通信講座は DVD とかになったりするわけですよね。 DVD でもじゃあその部分まで教えているかって言ったら、まあ、多くの場合教えてません。テキストに載っているような内容がそのまま DVD 声になってたりするぐらいなので飛躍的に実力が上がるってことはまずないんですよ。だから結局は予備校の方と同じく自分自身で調べるってことをやっていかないといけないんですね。なので独学の方も予備校生の方も通信講座通っている方もみんな自分自身で調べるってことをやっていかないとなかなか実力が上がらないっていうのが現状なんですよ。でここで疑問に思うのが、なんで必要な情報を入れてないのって話なんですよね。必要な情報を入れたらいいじゃないですか。でこれってね、大きく分けて2つ理由があるかなと思ってます。まず1つ目、教材にその理解すべきところまで入れるとめちゃめちゃ量が多くなっちゃうんですよ。例えば今現状で市販で売っているものだいたい600ページ、700ページ、800ページくらいあるんですよね、テキスト。で、これに必要な情報、いわゆる理解をしなければいけない情報を加えると、1500ぐらいになっちゃうかな。1500とか2000ページぐらいになっちゃうと思います。で、そんなの売れないじゃないですか。なので、もう重要ポイントに絞っている場合がやっぱ多いんですよね。あともう一つ。これ、教えてる側っていうのは内容わかってるんですよね。一方、受講者さんっていうのはわからないわけじゃないですか。いわゆる知識の差がやっぱり大きく乖離してるんですよ。で、知識があるからが書いてるんですよね。教えてるわけじゃないですか。そうなった時にこの内容ぐらいわかるだろうっていう風な感じで書いてくるんです。だからこれは分かって当然でしょぐらいな感じなんですよね。だから知識がない受講生からすると先生たちはちょっと分かりやすく書いているかもしれないけれども、受講者さんっていうのはもっと下のレベルなんですよね。だからここにまだ乖離があってわからないっていうふうなことになってる。これも要因だと思います。私自身は個別指導で受講者さんともう頻繁にメールのやり取りをしているんですね。なので受講者さんがどれくらいわかるのかとかどれくらいわからないのか、まあ、人によってやっぱ違うんですよ。メールの内容を見てね、ご質問の内容を見たら、あ、この方はこのぐらいのレベルかなとかってわかるんですよね。あ、この方であればこのぐらいの回答した方がいいなとか、あ、このぐらいの実力がある方だったらこのぐらいの回答した方がいいなっていう風に人によって回答を分けてるんですよ。で、市販の教材で言うと、まあそれなりに勉強した方だったら内容わかるけども、初学者だと分かりづらいなっていう本がもうほとんどなんですね。で、分かりやすい本ってあるじゃないですか。初学者のための本とかあるけども、それやっても正直実力って上がらないんですね。その内容が分かってじゃあ過去問解いてみようと思っても大体解けないんですよ。だから分かりやすい本をやった後に中堅ぐらいの本をやって、でさらに理解をするために調べるっていうような、このような段階を踏むことになるんですけども、そうなってくるとめちゃめちゃ時間かかっちゃうんですよね。まあ1年ではまずなかなか難しいですよね。2年計画3年計画ぐらいでやっぱやっていかないと難しくなっちゃうんです。だから宅建試験ってそこまでかけるのは私じゃもったいないなと思ってるんですよね。全然1回で合格できる資格なので、やり方さえ分かれば1回で合格できちゃうんです。その一つとして今言ったように分からない部分は自分で調べるわけです。予備校であったとしても通信講座でも市販であったとしても、皆さん独学生だと思って勉強した方がいいです。で、予備校だったら先生に聞いたらいいんじゃないの、分からない部分があったら先生に質問したらいいんじゃないのって思われるかもしれません。で、これについては弊社の個別指導の受講さん、まあ複数いるんですよね。予備校通ってる方なんか、これまでの受講さんでもたくさんいらっしゃいますよね。そういった方々から聞いた話なんですけども、結局は教室に30人とか40人いて、まあ、その人たちがやっぱりみんな質問行くんですよ。そうすると待つんですよね。で、1人当たりの持ち時間ってやっぱ決まっちゃうわけです。1人30分取りましたって言ったら、前4人並んでいたら30分、これで2時間待ちですよ。これは東京ディズニーランドのアトラクションみたいになっちゃいますからね。こんな待てないじゃないですか。だから持ち時間っていうのはだいたい1人10分とかやっぱ限られてる短い時間しかないんですって。まあ、それでもやっぱり4人並んだら40分待ちですからね。これだけでもしんどいですよね。こんな40分も待たないといけない。
で、さらに質問言ったはいいけども10分ぐらいしかないから、そんなに多くは質問できないんですよ。結局あまり質問はいきませんでしたっていう方も中にはいらっしゃいました。あと通信講座、通信講座については質問できるサービスが大体どこもついてます。ついているけれども、まず返信が遅いらしいんですよ。長いとこだと1週間後って言ってたかな。でも質問した内容忘れちゃってるんですよ。あと多かったのが2日後3日後とかって言ってたかな。これでも私自身は遅いかなって思ってます。私はできる限りその日のうちに解説はさせていただいてます。まあもちろん夜になってくると翌日の朝までに解説をするって形になりますけれども、大体日中ぐらいにご質問いただければその日のうちには解説させていただいてます。あとは回答している人ですよね。受講さんが言ってたのは、質問しているけれどもなんかテンプレートみたいなのがあって、その解説しか返ってこないみたいな。だから聞きたいことに対する回答じゃなくて、もう出来上がった回答があって、解説があって、なんかそれが返ってきているみたいだと。だから結局自分の知りたい情報わからない、こういった話も聞いたことがあります。私の場合はお客さんからいただいた質問を私が見て私が解説しているんですね。で、できるだけ、まあ、具体例入れた方が分かりやすいから具体例を入れながら解説を入れてます。ただこれを見ているあなたっていうのはおそらく予備校生だったり、大手の通信講座独学の方だと思うんですよね。で、そうなってくると自分自身でやっぱり調べていくってことしかやっぱないんですよね。なので、まあ、自分自身でまずは調べなきゃいけないんだっていうところを頭に置いておきましょう。例えば権利関係だったら弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイト、弁護士さん法律事務所のサイト、法令上の制限であれば国土交通省のサイトとか都道府県のサイトとか、あとは建設業者のサイトとか、税金関係だったら国税庁、税理士さん、そういったところのサイトを調べながら勉強を進めていくと理解しやすくなります。なので勉強を進めるにあたって宅建の教材だけで勉強するんじゃなくて、インターネットを使ったりとか専門書を使ったりとかしながら勉強を進めていきましょう。で、続いて4回目の動画では勉強のやり方について解説させていただきます。つまりこれは理解学習の仕方ですね。そもそも理解学習ってどんなものなのか、また理解学習ってどうやってやっていくのか、これについて解説させていただきますので、ぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。